ギターヒーローへの道。気合入ってますね。はい、今回ですね、はい、我々ちょっとこそ練してきたんですよね。さすがにもっと弾かなきゃみたいなね。まあ運指の指の動き、まあ、あとコードもね、いろいろパワーコードっていうやつを、ね、そうなんですよ、パワーコードに挑戦。まあ、ちょっと今日そのおさらいも含めて、うん、なんか軽くテストっぽいこともしたいなと思ってるんで。で、ちょっと指板の音を前回そのコソ練の時に軽くやったと思うんですけど、うんうん、この音はっていうので、ちょっとそれをなんとなく、あの別に間違ってもいいんで、当てるみたいな、当ててみてもらっていいですか。じゃあまあ分かりやすいところで、ここ、これは C。 お、これ C です。まあ、要は音階で言うとドの音ですね。ドここは A。 お、すごい A。 そう、これだけ覚えました。いやいや、なんだったら C もあれじゃないですか。 C と A だけ覚えて、あとはそっから。で、これと同じ音があるんですけど、わかりますか。同じ音が、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、近くにもう一個あります。すんごい近く。これが C ですもんね、はい、B フラット、それ B ですね。あ、 B、 B フラット、はい、で、もう一個行くとないから、ないから、ないということはそこに行かずに行かずに押さえない。ない。ない。そう。押さえない。これが、ほんまや。じゃあこれ、ここ C の2個隣ですね。D。D。そうです。ということは、これも同じ音がありますね。で。そうです。ここです。本当だ。ちょっと飛ぶんですけど、ここ。5フレット。ドレミファソラシドでやると分かりやすいかもしれないですよ。G だ。 G です、ね、ということはそうです、ここも G。 わ、はい、で、これもう一個同じ音があります、うん、まあ、全部あるんですけど、ここそうです、低いオクターブ下の G ですね、うんうんうん、この斜めの関係、オクターブで言うと弦を1個飛ばして2個隣に行くと、そうです、その形ですってなると、この C も同じ音ありますね。そうです、それですね、ここですね、 C。 A がここなら、ここか。そうです、これが何弦の何フレットですか。7弦の7弦はないですね。あ、違う、4弦の7フレット。そうです、こうですね。なんで、まあ、今後割とギターを押さえる上で、うん、何弦の何フレットっていう言い方をすることが非常に多くなってくると思うので、パッてこうちょっと出てくるようにしとくとより良いかもですね。 B、 B フラット、 A。 A ですね、これ A です。ってことはここは E フラットか。これ E フラットです、そうです。 A フラット、これ A フラットですね。 G、D フラット、 D フラットです、そうです。 D、 これまずこの形ですね、覚えてもらって、まあ、なんでちょっとこれやったかって言ったら、パワーコードって覚えてますか。はい、そうです。お、うまい。例えばそのコード進行が、うん、まあ、あったとして、まあ、マイナーメジャーは分かりますよね。分からないんですよ、実は。例えば C だったら、うん、じゃないですか。これが普通のドミソじゃないですか、うん、マイナーになるとシー、そう、ミ、ミがの音がフラッツ、3つ目の音が、まあ、フラッとしてちょっと暗くなりますよっていう、まあ、基本的にはそれでマイナーかメジャーかを判断する。だからこれ C 弾いたじゃないですか、はい、3つ目の音、まあ、ここだとE でもいいし、こっちでもいいんですけど、普通の C 押さえるじゃないですか、 C。 あ、そう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 、はい、ってなるんですけど、この音が、この関係がメジャーなんですね。この中指が半音下がるとってなるとマイナー、そうな、マイナーって出てきたら、あ、じゃあこの
フラットさせればいいんだっていうのでこうやったり、ただそれでこういう音を覚えてるとちょっと楽になるんですよね、はい、パワーコードでちょっとリズムはまあ四分とかいいんで、こんな早く私弾けるかわからないじゃあゆっくりです、ゆっくりです、やってみます、はい、いい、いっぱいありますよ、どこでもいいですよ、これか、そうです、これってでも E マイナーじゃないですよね、マイナーパワーコードは、パワーコードはできない、あの気にしなくていいです、パワーコードはそのさっき言った基準となる3つ目の音を弾いてないんですよ、そもそも、うん、なんで気にしなくていいです、えーってどこだ、あったー、です。じゃあオープンコードって言って、まあ、さっき C とか押さえてたじゃないですか、はい、G ですね、はい、うん、おすごい、で戻る、おで、これはこれも やりましたね、これですか、そうです、これ E マイナーです、これはもうマイナー弾いてます、そうですよね、はい、人差し指加えるとメジャーになります。そう。これがミの音ってことですか？ドミソどの？ドミソで言うとミのメジャーが G シャープになるんですよ。あ、まあ A フラットか。要は ここの関係値になるんですよね。でこれが開放になって G になるとマイナーになるっていう。はあ。で A マイナー。そうです。G で D G ですね、はい、へえ、すごいですね、コード完璧っす、もうこの今出てきたコードだけ弾けるんですよたまたま、俺じゃたまたまです、すごいオープンコードはもう形で覚えちゃった方が早いと思います、ただパワーコードになると指板の音で覚えておくと、うんうん、全然違うとこ押さえてるじゃないですか、押さえる場所としては、そうですね、でもただコードとしては一緒なんですよ、これ関係性は一緒なんで、新しいことをやってみようかなって思うんですけど、ペンタって聞いたことあります？まあ5つのことを指すんですけど、ペンタゴン、ペンタゴンのこと、まあ音楽特にギターで言うとこのペンタっていうのはめちゃくちゃ出てきます、まあ変な話このペンタさえ弾ければギターをなんだろうマスターしたと言っても過言ではないぐらいすごく重要な、なるほど、まあ、とりあえず G マイナーペンタ、コードで言うとね、だ G なんで当然ここの音ですよね、はい、なんで6弦の3フレットから始まります、はい、でこれがまあいわゆるドレミファで言うとドの音ですね、マイナーの音、2つ目を飛ばして3つ目の音に行くんですけど、レを飛ばしてミの音に行くんですけど、そのミの音がフラットしてマイナーなんですよね、はい、ファの音でそこは普通に弾きます、あ、それ、そうです、とりあえずこの3つまで、うん、3弦だけ4,5,6弦だけ、うんうんうん、なんかこう聞き馴染みありません、ね、ないですドミ、はい、ミフラット、ミフラットファソラを飛ばしてシシシし、あ、その隣、し、あ、逆隣、しで、ど、どです、要はペンタゴンなんで2つレとラの音を抜いてますっていう、まあ音で言うと2つ目と6個目の音で、この形がギターは非常に多いんですよね、っていう、これ同じ音しか使ってないんですよ、さっきの5つの音なんで、この形をちょっと覚えてほしいです、あ、ひょっとしてこれ押さえるところが2点ついてたんですか、そうですよ、え、ここに答え書いてあったんだすごい頑張って音探してたのにいや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 、でも素晴らしいです、ちょっと難しいかもですけど、
はい、それをこうかっこよく弾くとなんか、あ、すごいなんかやってるごまごまとみたいな感じだとちょっとロックっぽくなるというか。なんでこれちょっと言いたかったのが、結構運指の練習にもなるんですよ。うん、いいっすよ、戻る、そう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 、あ、できるじゃないですか。あれ、あ、離さないと音が鳴らないのかなるほど。なんでこのペンタをちょっと今日は覚えて帰ってください。はい、大丈夫ですか。向いてないかもしれない。いや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 、ペンタはでもちょっと中級者向けだと思ってください。早いよ中級者になるのが。お、いいよ。なんでなの。ちゃんとやってんのにこっちは。お、いいっすね。あ、すごい寿命縮むこれ本当に。でもなんかそれこそ YouTube とか見てても上手い人が初心者に教える動画っていっぱいあったんですけど、はいはいはい、私みたいな初心者がどんどん上手になっていく動画ってあんまなかったんですよ。あ、だから共感得られる動画が全然なくて、探しても、なるほどね、なんか初心者の皆さんはこれができなくて当たり前って言ってるけどお前できてるよなみたいな動画ばっかりで全然分かってくれてないじゃん私の気持ち思ってるから、この動画はひょっとしたらいろんな人の励ましになってるかもしれない。だから私がギター初心者の星になりたい。ちなみにイントロもちょっと軽く、お、おー、すごい、ノーミスじゃないですか。ピッキングってんのか。そう、いやでも全然自信がなかった。そうですね、そこは自信なくてもしっかり弾くっていう。